ショップで配布されてるスキルなしのサポカがまさか強いなんて思わにゃん。に対するみんなの反応。ただいまー、みんな元気だった？また一緒に頑張ろうね。お早いお戻りだねー。いや使わんが？今までお世話になりました。これからもよろしく。ヨガいるよー。オルフェナイなら割と最有力候補だしな。根性2枚なら十分選択肢だねー。料理時のヒントを汚染しないのはむしろありだと思った。うららの真骨頂は敵に回復とスキル P の供給と地味に偉いレス50なので。世の育成に採用するんだよ。世が来る頃にはこのシナリオ終わってそうだよ。っていうかオルフェーブル本体を短距離マイルで使うことってまずあんまりないだろうしな。根性揃ってない人にとっちゃまだ使える。根性オルフェ実装の時にお別れしたはずなのにオルフェと一緒に編成に入ってくるとはな。リンクあるスペちゃんがいるんで。どのスペちゃんかにもよるけどスキル腐らない？全サポイベに回復ついてるの偉すぎるよ、うららちゃん。ヨガ無凸だから未だに使ってるんだけど、スキルと初期絆ちょっとでもいいんでどうにかしてくれませんかね。初期絆低いのは今回だと理事長でカバーできるよ。馬娘プレイヤーの1割7分は使っている事実。すべてのトレーナーが入手できるプラス性能も初期絆以外いい感じ。まあ使うよね。まあ評価値育成するだけなら入れてもいい。そもそもあんま失権してないと思うよ。結局無課金プレイヤーにとってはありがたい存在だし、使用率見ればなんとなくわかる。そこそこ強い配布って時点で価値がある。連続イベント完走してもらえるのがどこ吹く風なのだけはちょっと辛い。本育成で使うのは論外として、競技場用に雑に編成するならそう悪くもない。うららのこと無下に扱えないオルフェーブルがちらほらいますね。イラストに惹かれたという理由だけで根性マベさんを貫突させたわし。お前は間違っちゃいない。割と真面目にトップ100のコンに編成で採用してる人多かったよ。回すべき根性がほとんどなかったから、まあうららちゃんでいいか、ってなる。根性をうららに頼るしかなかったやつは多分スタミナもクリークしかない。失礼な、クリークすらいないぞ。過半数のユーザーは根性 SSR まで貫突する余裕はない。グラマスキには奇跡的に編成入りしたけど、ラークではすぐに消え去った印象。お世話になる人は当分お世話になるサポカ。正直シナリオクリアするだけなら配布やトレパスのサポカで十分に遊べるから困ったことないんだよな。イベント配布 SSR を使い続けてもいいじゃないか。俺はキャラガチャしか回しとうない。時間はちょっとかかるけど、誰でもいつでも貫突できるサポカでは破格だよな。ありがたーく使わせてもらってる。まあ配布がしっかり使えるってのは無課金勢とかにも優しくていいと思うよ。さすがに使えるスキルが一個もないのはきつい。捨て伸ばし性能最上位かつイベントに回復多い、スキルないのもヒントマーク出ても無視できるって見たら悪くはない。その発想はなかったわ。スタートダッシュ遅いのは明確な弱点だけど、今回なら料理と理事長で補えるからな。友人使わない編成だと連続イベントで回復あるのは優秀だからな。単発でもやる気か体力回復してくれる。オルフェの方が上だけど回復イベントの回数はこっちの方が多いから、そこは相互互換だよね。今回のシナリオだと使わないスキル引いちゃう確率下げるって意味でもスキルなしは悪くないと思う。やる気と回復といい感じに回復してくれるよね。理事長は他の友人でもいいって言われるけど、うららちゃんみたいな絆低い子使うなら欲しくなるよね。超有料配布だよな。割り切った性能のおかげで今の時代でも高性の妙が生まれるってなんかいいよね。北ちゃんしかり、なんか尖ったとこあると急に使い道生えたりするよね。どっかのタイミングで謎の強化入ってほしい。サンドイッチとカレーを食べてや絆上がるから、またも今回のシナリオと相性がいい。ライバルはオルフェよりシティ、根性にもありだから。絆低いのが唯一の弱点だけど、シナリオのインフレで補われたりした。絆が気になるなら時点で根性会長とかになるんだろうか。世の方が優秀だよ。コン2型のオルフェについての2枚目枠だよね。今回はシナリオリンクあるからコンスペでもあり。先行育成時だけケイちゃんと交代してる。
いわゆる有能汎用サポカは中長距離のスキル持ちが多いから、スタミナ1200にすらできないこのシナリオだと丸々腐るんだよな。そういう意味でも今だいぶ過去のサポカ見る目が変わってる気がする。オルフェ持ってたら出番なくなるわけでもなく共存できるうららちゃん優秀。他の光ってる練習にうららちゃん混ざってると強いってのもかなりありがたい。ガチャさんの今日根性ないなら未だに選択肢入るから強い子だよ。俺のサポカ資産希望の星。トレ効果ってやっぱ強いんだな。逆算的に初期の初期が一番使われてなかったかもしれない。初期は根性が軽視されていたし、それ以外を上げるのに手一杯だったからまあ。初期の初期なら根性特化で使われてたしずっと存在感ある気がする。初期の頃の根性なんて効果低いゴミ捨てだったから誰もやってなかったと思うが。追い比べとか実装されるまでは根性カードってだけで下打ちされてたからな。根性強化は運営の逆張りなのだ。初期も根性育成はあったけど実用性は眉唾だった記憶。捨ての優先度やスキルの効果もみんなよくわかってなかった時期よな。初期配布で3年経った今でも使われる有料サポカがハルーララなので来すぎてる。でも初期絆低いし。インフレしてるのはシナリオでカードはそこまで劇的にはインフレしてないな。性能の凹凸がわかりやすいから使う使わないの判断がしやすいのも大きいと思う。うらら絆の上がり具合は上振れのバロメーターとして見れた。これで初期根性が初期絆だったらマジで今も第一線だっただろうな。初期絆例だからさすがに新シナリオじゃ使えんか。今回絆上げやすいからまた使いやすくなってるぞ。初期絆はあるに越したことはないけど弥生や料理にフォローしてもらえるから全然ダメって感じではない。なお当初はリリース直後の1ヶ月ちょいでフレンドポイントで貫突しろよという鬼のような交換期間設定されていたという。うららが光るかどうかが上振れ要因って感じか。イベント完走率改善されたのも追い風だよね。ああ、これがあるからオルフェとうららのファンアート増えたのか。今回の場合シナリオでティアワンなのすげえよキタちゃん。サービス開始から2年半弱経ってるのにずっと強いキタちゃんとうららちゃんは偉いな。うららにリンクがないのってこのカードのせいかって思うぐらい強い。今回得意率高くないときつくない?ってのは素人の考えだろうか。っていうかうららちゃんが強いって話題になるのいつもこのイベントの間だけでしょ。まあ使わざるを得ない人もいるんじゃねえかな。ヨがいるからさすがに使わんと思ったけど根性の2枚目で使うのか。今回のシナリオはうららもだけどクリークやファインみたいな初期絆低いサポカ救済だよな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。